ははい皆さんこんこにちは村長です今日はサムネイルにも書いてありましたようにシンセサイダー V の歌詞書き出しのプラグインこれを開発しましたので皆さんにお知らせをしたいと思います。最近チャット GPT というのが猛威を振るっておりましてですね僕も昔プログラマーという仕事をしていたんですけれども この約10年間はあまりプログラムのことはもう忘れたようになって本業が今は音楽を教えたり音楽を作ったりそういうことが主力になりました今しゃべってるように YouTube にもいろんな情報を出していますプラグインの使い方そういうものもやってますし もちろんそのシンセサイダー V の方では多分合計の動画のアクセス数というのはトップクラスになってるんじゃないかなと思っていますシンセサイダー V の動画を少しは見られた方も多いんではないでしょうかそんな中でこのソフトを作るんですけれども最近チャット GPT が大流行りしているもののですねよく聞かされる言葉というのはみんな これはすごいとか世の中が変わるとか言って教えてくれるんだけれどもでも実際どうなのよというので大体が混乱できるバーッとプログラムができてきただけどもそれでどんなの作ったのというのがほとんどありません僕も毎日 YouTube で GTP の関連のですね動画を10本に近く覗いています 毎日毎日新しいのが出てきます。でもですね、本当に困難ができましたというのは少ないです。ですから僕はちょっと路線を変えてうまく使って最終の成果物を作りたい。そういうふうに思っているんです。今日はちょっと初めての試みをしてるんですけれども、 画面の左の方にですね黒いこれブラウザーの画面ですが GPT の画面が映っています僕が今日しゃべりたいようなことをここにこう書いたんですねその式次第というかチャット GPT に今日のお話をまとめてもらいましたタイトルはシンセサイラー V の歌詞書き出しプラグインを作ったというふうになっています このようにですね、シナリオもちゃんと考えてくれるので、とってもいいですね。挨拶はもう済んでるんですけれども、こんにちは皆さんからですね、このようにして、その制作過程や使い方についてご紹介したいと思います。ということで、作った背景というのはね、私はシンサイダー V で歌詞を作成する時ときに、DAW と 行ったり来たりすするんですよね行ったり来たりり来してるのは僕だけかも分かりませんがシンセサイダー V で作り出してですねそして歌詞を入力して大型出来上がった後からちょっと音符自身を編集したいように思った時ガラッとサビは変えたいなそういうふうに思った時はシンセサイダー V の編集能力っていうのはそんなにありませんですから DAW のミディピアノロールで 編集をしたいんですねでもですね大型歌詞が出来上がっていたらシンセサイダー V ではブレススッとこう息を吸うやつですねそういうのは BR というふうに書いておけばそういうふうに息を吸ったりしてくれたりあーあーああああああとこう音程が変わりながら続けたいような時ですねそういう時はマイナスの記号とかプラスの記号とかそういうのを入れながら記号を入れてるんです そうしましたらですね、それが全部おじゃんになってしまうんです。このプラグインというのは、選択した音符を記号も含めて書き出すという機能と、記号を省いた形式ででも書き出せるというのがありまして、それをクリップボードにパッと記録できるようにしてあります。文字と文字の間はスペースが空いていますので、 また今度それをシンセサイダー V に貼り込むときにはもうスペースも入れてくれてあるのであとは OK を押すだけというふうな形になりますもちろん音符の数を減らしたり増やしたりしたときはある程度の編集が必要かもわかりませんがそのクリップボードに記録したものをメモ帳などに置いておいてですね、えー、やればいいということです 僕は最近そういうことでプログラムに関心があるんですけれどもこのようなプログラムも作ったりしてみていますコマンドプロンプトの画面で今 Python プレイヤー PY という風に打ち込みましたもう出来上がっていますこれをやるとですね音楽のメディアプレイヤーこういう簡単なものも皆さんも挑戦してみたらいいんじゃないかなと思います ここでオープンとすると楽曲を選択しますこれを選んで開くとしたらここでプレイができますちょっと聞いていただきましょうこのようにポーズの機能もつけましたポーズの機能をつけたら続きから聞けます はい、ここにはループ機能もありボリュームですねボリュームもこのように触れるようにしています一番楽しいのはですねここに「村長ミュージックスタジオミュージックプレーヤー」というふうにね自分の名前を入れて作れるのがカスタマイズの面白いところですよねこんなものも作ったり最近はしてるわけです じゃあ本題の方に行きましょう。一応ですね、僕のホームページからダウンロードできるようにしてあります。ここにですね、プラグインのインストールの仕方というのも書いてあります。こういうマニュアルもダウンロードしていただけるので、シンセサイダー V にどのようにしてプラグインを入れるかというのが詳細に書いてあります。また、使い方 というのもこのようにしていますが、ここでざっくりお話をします。シンセサイザー v にインストールをしていただくと、スクリプトというところにこのようにリストとして出まして、歌詞書き出しというのがあります。これを選ぶ前に音符を選んでおくこと、それが重要です。音符を選んでなかったら、一応エラーメッセージが出ます。ここに書いてある2番というやつですね。 歌詞の選択ができていないエラーというので、このように出るようになっています。歌詞をもう一度選択してやり直してくださいということですね。そうしまして、歌詞を選択してやると、このような歌詞を確認できる画面が出てきまして、それをクリップボードにコピーするわけですけれども、はい、いいえ、キャンセルというのがあります。はいとしましたら、すべての歌詞、 ブレス記号の BR とかそういうのも入れた状態で入るようになっています。この EA の方をするとブレス記号は抜いてひらがなだけが出るようになっています。ブレス記号があるというのはちょっと例として右に書いてありますようにこうやって BR というのもちゃんと入った状態になっているわけですね。これは DAW と先ほども言ったようにやり取りするときにですねもう一度戻すときにこの BR 記号も入ってくれてる方が便利なときがあるからですこういうものを作ってみましたそしてクリップボードに貼り付いたらですねそれをメモ帳などに貼り付けてそしてどこかにしまっておいてもらうとか歌詞自身も直すとか そしてこういうひらがなばっかりの歌詞になるわけですからそれはどうしたらいいかそれこそチャット GPT の出番ですチャット GPT にこのひらがなを全部預けましたらそれがちゃんと日本語の歌詞のようになります一部分は思いと違う部分があるかもわかりませんが90%以上の確率で 綺麗な日本語歌詞になりますので、その歌詞をみんなに発表するときなどは、ひらがなばっかりではですね、読みにくいですから、そういうこともできるようになっています。はい。では、実際シンセサイダー V でやってみましょう。はい。ここにシンセサイダー V を出しました。ここで、スクリプトのところに歌詞書き出しというのがありますが、ここで、 何も選択していなかったら、このように先ほど言いましたエラーメッセージが出ます。エラーが出て動かなくなるのとは違います。僕が分かってこのようなプログラムにしています。今度はこのようにある部分を選択します。今デモなんで、まあ適当に無茶苦茶です。このように選択をしましたら、スクリプトから歌詞書き出しをしますと、 歌詞確認というダイアログが出てきて、こうやってひらがなが並んでいます。もちろん BR もこの3文字目、そして最終から5文字目のところに BR という記号も出ています。そうしまして、確定を押します。すると、こうやって3択が出てきます。一応ちゃんとここにマニュアル的にも書いてありますので、はいはブレスを含めてコピーします。 い,いはブレスを取り除きコピーします。キャンセルは処理を中断します。ということで、ここではいというのを押します。はい、クリップボードにコピーしましたよという最終確認が出ます。これでどういう風になったかというと、ちょっとメモ帳を開いてみたいと思います。はい、新しいメモ帳を開きました。 そうしましたらここで貼り付けをします BR も含めてこのように記憶できるということになりますご理解いただけましたでしょうかこのソフトはこのソフトはと言いましたがせっかくなので台本を少しもう一度見直しますね今このデモのところまで来ました制作過程のことについてもしゃべるように師匠が言ってますのでしゃべってみます このプラグインの制作過程については、シンセサイダー V のノウハウがチャット GTP に、ここチャット GPT と書いとけよ。自分がノウハウがあまりなかったためです。スクリプトの マニュアルを僕が参照しながら70%ほど自力で制作しました。自分が恥ずかしいことは言わないチャット GPT さんですね。かつて行っていたプログラミングの経験も役に立ったため、能力が蘇った感じがしますね。ということで、そうなんです。以前はコンピューターのソフト会社。 というのを経営してて、そのノウハウを使って島村楽器のコンテストでファイナリストになったことをきっかけに音楽の方に転身したんです。そして僕のスタジオではですねこれを機に今までも大手のプログラムとかもやった経験がありますのでこれからのプログラム学習というのは今までのように言語を 必死になって覚えるとかそういうのではなくってまあそれはプロとしてやっていくのはまたやっぱり最低限のいろんな知識がいると思うんですが皆さんが趣味を兼ねてプログラムを勉強するぐらいでしたら覚え方は全く変わりましたチャット GPT と対話をしながらプログラムをするそのレッスンのシステムを作りましたので 皆さんも若干費用はいただきますけれどもその辺のところもホームページなどに案内していますそのホームページというのはですねそのプラグインの紹介で僕の方でですねこれから紹介しますのでそこの中にいろんなことが書いていますでここにねこうやって HTML ということが書いてありますのでここをクリックしますとこういうホームページですはい この中の APP と書かれたここですね。ここを見ていただくようにすればですね。このシンセサイダー V の歌詞書き出しプラグイン。これをダウンロードできるようになっています。マニュアルはここでこうやって大きく表示できるようにもしてあります。そしてそれ以外にも DTM で使う VST のプラグインが いっぱいになってきた時にそれどんなのが入ってるだろうとかいうようなことが分かるようなプラグインリストが出るソフトも公開していますここらのアプリをですねダウンロードしていただいて使っていただければと思っています無料ですので存分に使ってまたご意見などがありましたら YouTube やそして僕のホームページのお問い合わせ欄ですね はい、このお問い合わせ欄とかからまたメッセージを頂い,いたらと思います。はい。このようなことでですね、以上シンセサイダー V の歌詞書き出しプラグインのご紹介でした。ありがとうございました。まあ、ありがとうございましたまでつけてくれんでも僕が挨拶しますけれどもですね。ということで、今日はチャット g p t を使ってそして JavaScript が基本になってる プラグイン構造ですので JavaScript のようなプログラムを作るんですけれども ChatGPT は JavaScript は Web プログラムとしてのノウハウを覚えてるんですねだからドキュメントというようなプロパティが使えないのにそういうことをどんどんこう提案してくるんですよねでやったらエラー出るんですよ やっぱりシンセサイダー V はシンセサイダー V の特殊な JavaScript をまあ覚えていますのでですねチャット GPT くんの言う通りにやったところでなかなかできないこれが僕が今日作ってみた感想でした是非チャット GPT そしてプログラミングにも少し関心を持つとですね普通に文章を出してもらっておおすごいな って言ってるより、まだまださらにですね、すごい世界が待っている、そういう風に僕は最近思っています。ありがとうございました。村長スタジオでした。